アレルヤじゃあいいですかでは今日のお見事ばを開きます新約聖書のマタイの,二マタイの福音書中2章の43より45節まで開きましょう声出して どうぞ汚れた霊はひどから出ていくと砂漠をうろつき休む場所を探すが見つからないそれで出てきた我が家に戻ろうという戻ってみると空き家になっており掃除をして整えられていたそこで出かけていき自分よりも悪い他の7つの霊を一緒に連れてきて中に入り込んで住みつくそうなるとその人の後の状態は前よりも悪くなる。 この悪い時代の者たちもそのようになろう。アメンじゃあ祈ります。パン軍の主なる神様、今日も私は、イエスキとの皆によって神の子になる資格を与えていただき、あなたの子供として身元に信仰によって近づいておりますが、主が約束された権威と力と、 命に満たされた信仰生活がいまだにろくにできてない子どもたちがたくさんおります。中で私たちが主の栄光になり主の栄光を表しながら皆の福音を日本全土統治の果てまで述べ伝えていくことができるようになるためにはさらなる正しい 熱い強い強信仰の力が必要ですそのためには何よりも知識に基づく信仰が必要となりますので霊的な正しい知識をさらに与えてくださり主が約束を張った権威と力をこれみを餓死に見せつけながら闇の世の中を照らす光となりますように。 今日助けてください一人残らず霊的な戦士として立ち上がることができますようにこの時間導いてください今の世の中の霊的な状態状況がどうであろうかを明確に見破りすべての悪の力を打ち破る精霊の力だけを求めて 一から十まで精霊の力によってすべてに打ち勝ち我々に手をべての人々を必ず救い出してくださいきますように。強力な君主として一人一人を立たしてください。イエスキトの皆でお祈り申し上げます。アメンハレルヤえー、ヤ1950年から53年まで続いた 韓国戦争の時に戦争に出ていて戦死した人の中格闘兵が一番たくさん犠牲になった格闘兵、えー、兵隊たちより格闘兵たちが もっとたくさん戦死をしてしまったというそれはなぜなんでしょう彼らは兵士たちと違って普段は勉強ばかりしていた学生たちだった学生たちだったけども戦争が起きて戦わねばならなくなった時に彼らは訓練をする余裕がなく ただ銃の引き金を引くぐらいの簡単な知識だけを教わってそのまま戦争に出ていた。ですから当然いざ敵と遭遇した場合に何をどうすればいいかもう慣れてない知識もない。右往左往 慌ててる時に敵の弾に撃たれて死ぬ人がたくさん出てきたという話そこが戦場戦争のさだ中戦場でなければ話は別だけども戦場だったからそこで簡単に倒されずに生き残るためには勝利をしないといけないの。 自分が倒れる前に相手を倒さないといけない。でも、置かれた環境が戦場なのに、戦う知識と力が身についてなかったから、問題が起きた場合は何をどうすればいいか分かりませんでしたから、命落とされながらも、しがたがなかったんですよ。今日、こんにちは、クリャンたちが、まるでこのように、 気なく命まで落とされてしまった格闘兵たちのように何かある時たんびに右往左往して慌てて神の皆を呼びながらも助からないそういう日々を送っていることはたくさんあります、ね、そして霊的な指導者であるべき 主のひもぶたちも口の言葉と説教する言葉と実際何か起きた時のそれに対応する対応の仕方が全く異なっていて天皇の神の名を呼びながら伝えながらも実際何かあれば自分も倒れる。 精霊とともに生きた経験がないの。だから相談に乗っても最終的には逃げるしかない。なんで口の言葉と実際の生活の中の生き方が違ってるのか。我々は宗教じゃなくて、空情の神じゃなくて、世をくり永遠に統治される。 生きておられる神の名を信じていながらもまるで空想を拝んでいるような何かの時々に嘆いたり悲しんだり苦しんだり倒れたり失敗したり全くのんくりちゃんと生活の中では比べられた時に クリャンだからといって何かメリットがあるんだというのこれを見逃しに見せつけられるこれといった印が全くないわけ。皆さんこれはイエス様が約束された信仰に対する知識が一から連れてるからです。 まず、イエス様が世にある神の人たち、その集まりである教会は、黄みの力が、サタンの力が対抗的ない強力なものとして、初めから教会が作られる前から約束されました。ハレルヤ、アメなのになんで教会がこんなに無力な状態になっているのか。 信仰生活が疲れるな、こんな顔つくちゃいけませんよ。信仰生活は日々日々新たになるべき。日々日々、前進すべきなの。日々日々、成長すべきですよ。昨日食べたようなものを今日食べても、それが昨日にはなかった力を今日湧き出るような、全く同じことをやってるかのように見えても、 日々、前進する。そういう生活を約束されたのが、キリトの教会なんです。ハレルヤ。じゃあ、今日はその、クリスチャンなのにながらも、一からずれてる人々、よく聞くべきですよ。そして、イエス様が教え,教えた、イエス様の教えと約束に基づかない。 僕たちが勝手に喋っているそういう言葉に絶対にたまさせられない。イエス様より大きな音言っている僕たちいっぱいいますよ。とイエス様の見言葉にほどいて、一から信仰正しくイエス様の約束に合わして、 何かあるの度びに退かず必ず全てに打ち勝って勝利を勝ち取り本当に信じない人々にクルシャンたちはなぜ自分たちに,にはない力を持って生きてるのか その秘密が知りたくて、私たちに近づくような、そういう力を我々は持って生きるべきなんです。ハるいは。じゃあ、まず、クリスチャンたちに向かって、我々がイエス様を信じてクリスチャンになっても、天国にそのままを移されているわけじゃないの。 相変わらず信じない家族と親兄弟と信じない知り合いと信じない国の東方民族と共にこのように生きています。このように。ですから、シュイエスがヨハネ16の33で語られた通りにあなた方は世において天に移されずにまた世においては 困難ににうこととなっていると苦者になれば全ての試練と痛み苦しみから完全に移されて隔離されて平和の神の平和の中にとどまっているかのように勘違いする人々すごい信仰が良さそうでしょうそれは全く無知な信仰神の約束の位置も分かんない信仰ですよそれこそ自分勝手に作った信仰なの そういう信仰には神様が答えることは共にすることは働くことは守ることは導くことはできない信仰です。勝手な信仰だから。雨ですか主がおっしゃったのあなた方は世においてはか難に会うことになってるんだとしかし大胆でありなさい。なぜ私イエスがその世に打ち勝てるから世に打ち勝てるから大胆でありなさい。 カ難には合うものの、イエス様が打ち勝った、この世でイエス様に我々がつながっている限りは大胆だっていいと。つながっていることを前提としてですよ。アメンですイエス様につながっていればカ難に合うことは合うんだけども、打ち勝つことはできるんだと、こういう約束をしています、イエス様。何もしてなくても打ち勝つような信仰を持たなくても、 全てにうちがちょっと自然とそのと全然凝った言葉は一言と言も語った覚えがないんです、イエス様は。なのに下手に牧師たちが兄弟、姉妹、安心しなさい。イエスの皆を信じれば全ての痛み苦しみの呪いから解放されちゃいますから。それで私が祈ってあげれば死ぬまで病気にかかりませんから。 そんな約束は聖書のどこにありますかそんな約束はイエス様よりも偉い人々が聖書も読まずに勝手に説教してる聖書を超えちゃなりませんよイエス様の教えが最終答えになのアーミみですか これが不足してるから、我々の偉そうな知恵知識で付け加えるべき、あるいは取り除くべきところはありませんよ。完璧な真理なの。偽りがこれっぽちもないの。この言葉には、人が勝手に加減ができませんよ、加減が。付け加えたり取り除きができないという話です。なのに、イエス様もおっしゃったの。 あんた方は世に打ちがついつどういうふうにするときに私とイエス様のように神の精霊の力で悪霊を追い出すときに初めて神の国が到来したかのようになりそして世に打ちがつようになるんだとそんなこともやらないで自然とイエスの皆信じるから安心していれば自然とさなるんだという約束はありません 聖霊の力によって、イエス様のように、悪霊を追い出し、サタンの力を砕いて、その縛りから解放されないと、ように生きるクルちャンたちも苦難に会えば負けるしかないし、苦しむしかないし、病気が襲えば病むしかないの。アーメンです。すべてのチャンスを失ってしまうまで言うことを聞かないと、サタンが扱わせてファイト主に乗れば、 命までサタンに取られても主が守れなくなる時もあるんだと、妖武器も読んでみてないんですか皆さん、聖書が基準ですよ。ポキシの勝手にしゃべる言葉が基準じゃなくて、イエス様の言葉が基準なの。シュイエスは今日おっしゃったの。なんとおっしゃいましたか悪霊を一度追い出しても 悪霊が人から追い出されて出ていくとそこは休む場を見つけるのはできない炎が燃え盛る黄みだから再びこの悪霊がもっと自分が出てきた人の体を我が家は自分の家だと思って勝手に戻ろうとするんだと勝手に戻ろうとした時に空き家のままになっていれば今度は悪霊がああこの家まだ空いてるんだ さらに悪い7人の悪霊まで連れてきて共に入れば一度悪霊を追い出す前の状態よりももっと悪くなることもあるんだとイエス様がおっしゃったのイエス様はそうおっしゃったのになんで僕たちは自分が一度祈ればああ死ぬまで健康でありますよ、はあ、こんなこイエス様よりも偉い僕たち その罪を悔い改めないと本人すらも天の御国に入れない罪なの。意味は分かりますか神の言葉を勝手に加減すればそれでも救われと約束ありますか刑事録22章の十八個節を読んでみなさいよ。神の言葉に勝手に付け加えたり取り除いたりするようなそういう一割は。 神から出てきたものだがて自分から出てきたもの、サタンから出てきたものを持って神の言葉を汚すものは必ず神の国に入ると言ってませんよ入れないと言っても入る。信じますように、アメンそのイエスが何とおっしゃっただから空き部屋の状態にしておいてはなりませんとおっしゃったの今日。え悪霊をイエス様もご自分が悪霊を出したり病気を癒したから。 もう安心しいなさい死ぬまで天に行くまでもう病気にかからないとかあくら入らないとかこんなことを一度もおっしゃったことがありませんよ。追い出してあげてもあなたがしっかりと真理の言葉と祈りとせいでの力で自分の中を神のせいでを満たしておかないと空き部屋の状態だったら以前よりももっと悪い攻撃にさらされる恐れがあるんだと。 イエス様がこのように真実を語ってるのに、なんでこれを勝手にイエス様の約束に,約束にもない話を持って信者たちを慰めようとしてるのそれは慰めじゃなくて1割ですよ。そういう1割に騙されたら霊的に負けてしまい、霊的に負けたら命まであっけなく奪い取られても仕方がありません。 こんな危ない話を平気でやったなりませんよ皆さん。理解ができなくても信じたいと思った人だけがアーメンとお姫様に思い切り送りまして。<laughs> 真理を正しくされれさ悟れば永遠に神の御国の光り輝く存在となりますけれども真理を下手して間違えて勝手なことをしゃべればどうれって地獄の火の中にも投げ込まれてしまうことになることを絶対に忘れちゃなりませんよ。 刑事録の中級書の最後に、1割の預言者たちは大審判に行く前の1000年前にまず地獄に入れたから、これは審判の価値にもならないの、対象にも。1割を語る者どもは裁くまでもないんですよ。もうすでに裁かれているのと一緒だからと。これも信じますように。勝手なことをしゃべるんじゃありませんよ。 口が開いてるから何をしゃべっても自由ではありますけれども全て自分を作り上げるものではないのいずれは裁かれてしまいます。ハレルヤ。真理に基づいて真理を分かりやすく悟った言葉で語れば最高なんだけども真理に基づかない言葉をやたらにしゃべったらご本人が責任取らればもらないしご本人が責任取らればもな,ないけけども責任取れるのか自分の命で。 まあ人の運命、責任取れますか取れませんよ。やったなことしゃべるからには、溜まっていたほうがマしですよ。ハレルヤ、シュイエスがヨハネのこの14節で、ベトザタの池のほとりで、38年も生まれながら足並いの歩けなかった人を、人の病気を癒してあげた後にイエス様が最後に何と注意されましたか。 もっと悪いものにかからないように罪を犯してはならないとおっしゃったんですよ。世をつったシュイエスが救い主として来られたシュイエスが38年間歩けなかった人の病気を癒した後にされた最後の言葉は何ですもっとひどいのにかからないために罪を犯してはならないと警告してます。私が 病気癒やしてあげたから、死ぬまでも病気にかかりませんから、娘よ安心しなさいとおっしゃってませんよ。アーメンですかなぜそうなんですか一度癒されても、そのまま天の蜜に、楽園に移されてるんじゃなくて、相変わらずこのように生きている限りは、またサタンの攻撃にさらされます。そこが源氏 戦場だから霊的な戦場戦いの現場なんですよ。雨ですかですから主イエスが1二弟子たちに1二弟子たちにイエスの使徒として人として権威を持たして力を持たして悪霊を追い出し病気を癒しその力を権威を約束として持たしてから発見しますけども彼らが 使わされたところで悪霊を追い出し病気を癒しながら「福音語」っ訴えていましたけれども転換にかかった少年の病気を転換病を癒してあげることはできなかった時にひそかにどうして我々にそれができませんでしたかとひそかに家様に聞きに来たら弟子たちに家様は何と答えたの祈りと断食によらなければこの類の悪霊どもを追い出すことはできないんだとおっしゃったんです。これ何を意味してますか皆さん そういうことがある前にもうすでに人たちは悪霊を追い出し病気を癒す権威と力を約束されて実際に出ていて町々を歩きながら悪霊を追い出し病気を癒したことがないですが全くありますかたくさんあります。たくさんありますよ。なのになんで転換病の少年は癒せなかったのか と、イエス様に聞いたら、イエス様の言葉は、祈りと短時間が足らないということな。理解できますか祈りと短時間が足らないから、できなかったということな。皆さん、これは何を意味してますかさあ、今までこれらのことはやった、しかし、今度こんなことが起きたときはダメだった。何を意味します これまで、これ、こういう、わかりますか、こういう病気を癒す力までは求めて、それが注がれていたというで。でも、今度、これよりもっと厳しい、もっと重病にかかった人が来たら、手に負えなかったということは、祈りと短時間は足らなかったということだ。霊的なすごい秘密だから、こういうことが分かんないと、すべてのケースバイケースのすべての出来事に対応して、勝利を するで,ですか特化では引っかかるの特かではケースバイケースで全部戦いが戦いの程度が違うってこと。雨ですか祈りだけでためだったら単純して祈るの。一人で祈って単純してもためならば二人で三人で力を合わせてやればいいんですよ。こういう力の関係ない。 天の御国は言葉にはなく力にあると約束されました。すなわち、一人と戦う時と一戦目と戦う時とは力がものを語ります。力が一人を相手にする時にはそれだけの力だけあればいい。一戦目を相手にする戦いであらば、またそれだけそれに相当する力をもっと強めて 準備しておかないと間に合わないの。これ当然ではありませんこんな簡単な常識的な話がなんで今の世の中の霊的な指導者たちにはこれっぽっちも分かっていかないのかん彼らは戦場がどこであるか分かってないの。自分が今どこに住んでいるかも分かってないの。イエスの皆を信じれば 天国にまるで移されているかのような勘違いの中で説教してるかな。彼らは主イエスの口から出た言葉より自分たちの知恵による判断に戻って考えているから皆さん、私たちが信仰によっていからいつまでやれないやるといけないことが地上に生きてる限りはよありますね。 三国に行く道を開くのは敵だからそれが主イエスがなさったんですよ。アーメンです。三国に行く道を開くのは人にできる話ではありません。だからそれは主イエスが恵みの中で開いておきましたよ。あとは我々が主イエスの皆と聖霊の力を求めて、その力でいちいち信仰生活をしないといけないの。自分の力だけで頑張って勝利してなさいという意味ではなくて、イエスの皆、その皆が開いておいた三国への救いの道。 それを歩いていく、戦って処理していくためには、生霊の力、権威、約束させますよ。ならば、求めるのは自分で求めなきゃいけない。求めて、その港とその権威と力で、勝利しないと、陸大を去る、陸大を去る寸前に、イエスの皆を裏切って、悪霊についていくと告白したいも、見てる見てますよ。 守り続けないといけないの。戦い続けて勝利し続けないといけないの。アメン一度信仰国家起きたから、あとは全てが何か全部できっちゃっているかのように勘違いもほどほどありません。だったらこんな分厚い聖書を勉強したり疲れるだけのことをしなくてもいいでしょ。一枚の紙にシュイエスを信じれば。 全ての痛み苦しみが解放されてまるで天国と100%同じ生活ができると言えばいいだろう。ななんでこんな聖書を勉強しないといけませんか疲れるためですか世にある本を作るのは疲れるだけだと言ってますけれども聖書はすべての疲れから呪いから我々を滅びから永遠に解誘させるためのいちいち我々が悟って聞き従うべき言葉が書いてあります 疲れさせる勉強ではありませんよ。ならば、この中から勝利する法則を学び取らないといけないの。なのに、イエス様が一日語った言葉は全部軽んじてしまい、人間の知恵の水準で聖書が遠のこのっていてるから、解放がそこにはありませんよ。雨できますか。ハレルヤ。イエス様は味を見たならば、あとは自分で頑張るんだよ。 わかりつけてんイエスの皆と生理の力を与えなしに約束しているから一度寺師の恵みの段階で味見をさせてもらったならばあとは自分でバリバリ頑張ってこれからは自分の信仰でその行いで勝利をすべきだと教えてます。アメン不大にイエス様は 陸大を去るまで我々がどう生きるべきべなのに信仰告白一瞬の信仰告白で全てをカバーしてしまいそうなとんでもない根拠のない聖書から離れたことを説教しているところは説教ではありませんもはやただの演説なんです演説説教は神の言葉を聞き手が分かりやすく噛み砕いて いうのが説教でであるべきだアーメンできだアメますかこれを聞いた人がその通りにすれば神にパッタリ出会えるようにそ,その力によって勝利ができるようにしないともう説教ではありませんよ。聖書はこの世でのけちゃんたちの戦いの厳しさをもうすでに先週先々週言ったはずなの。 ペトロ一のためこの発説で我々の大敵本当の敵北朝鮮じゃなくて本当の敵サタンは吠えだけど獅子のように誰かを誰かをよ吠えだけど獅子は誰かでなくて何者かその動物の何者かを食い尽くそうと探し歩いてるんだけども吠えだけど獅子のようにそう探し歩いてるのはサタンは 動物の一匹だって私たち人間を食い尽くそうと思ってそのように吠えだける獅子のように「寝ないでよ。こういう中でも寝られるのこういう中でもいびきか,か,かきながら寝るでしょ。皆さん。 祈りすらろくにできないように説教すらろくに聞けないようにいつも攻撃してるのに全く気がつかない考えてみなさいよ、うん、こんな獅子が人間を食いちょくそう思ってこれより怖いサタンがよ 食い尽くそうと思って、夜も昼もなく探し回っているのに、全くこういう存在にも、働きにも、この世界にも、自分がどこに住んでるか、立ってるか、もう全く気がつかないクリスャンたち。困ったもんでしょ、困ったもん。人に向かってはいろんな剣のような言葉を放って、 傷つけ合いながら生きていながらも私たちの本当の敵であるサタンとその下と悪くれどもに対してはこれっぽっちもの知識もないクルちゃンたちがなんとたくさんいるでしょう。ハレルヤ目を覚ましてほしいですよ目を覚まして。 皆さん、サタンとの戦いは、疲れたからもう寝よう、こんな甘い考え方ではできないお腹空すいたから食べよう、あれ食べたいから食べよう、こんな楽しみ方をしていながらはできないの。EMC 協会連合は週3日断食を休みなく、今もう何年目なの ずっと続けながらえ5年目17年中7年の末からだから私がスタートしたのは1819202125年目ですこれが最後の借りのための最後の借りのために 我々が精霊が働くときに抵抗するサタンの力を砕くのにもってこいの力を我々が注いでもらうためにもってこいの我々がやるべき正しい行いが祈りと断食なんだけどもこの断食が趣味か断食これ主が教えてくださないと俺できないのなんでよ私はどちらかといえば食べないより食べるのが趣味だから今 今大食い。競争すれば、私負けませんよ。今でもビル飲むの、朝まで飲む、競争すれば、俺絶対負けま、負けないよ。よ全部そういうの一切喝采切って。まずいから切ったじゃないの。最高の楽しみを切ってしまったのは。霊的に勝利して、神のものとして生きるために。欲を。 抑えてなくて、もう取り除くために、死になって頑張ってきた。ハレルギ本当にね、私は肉的な戦争の概念も知ってる。だけど、ああ、それは、本当は、それがもっと辛いですね。目の前で人が死んでいくから、ね、それはもっと辛いでしょうけど。 霊的な戦いも目にも見えないものとの戦いだからすぐ心上げてになりやすいし目に見えないから自分がこれと思って祈った時に主が即座に答えがなかったり働きを見せない場合は人間だからがっかりする時もあるし疲れるなと思う時もあるのはあるんだけどもでも関係なくチャーッと。 1>, 1、2年、3年の戦争なくて今まで二十何年もやってきているうちに本当にもうこの霊的な戦いの深刻さが分からないと簡単に乱れてもおかしくないような日々,だ日々だったんですね。だから信仰を本当に強くしないといけないしそれからもう一つは知識がないといけない知識が、うん。これがこうなった場合あとはどうなるかという知識がないと。 簡単に乱れ、乱れてもおかしくないの。考えてみなさいよ、牧師。牧師がこの年になって、夜の12時回っても祈りながら座っていようとすれば大変ですよ、ある意味では。教会から、最近はもう10時頃も帰る時もあるの。なんで、1日ずつ教会で大変ですよ。 だから雰囲気を変えようと思って家に帰る。それからまた祈る。祈ってたらある時には、年を感じるわけないでしょうか、あるでしょうか。病気はなくても年は年なんだ。15年前より元気だけども、疲れを感じないけれども、それでも年はあるの。30代と違うでしょ。 30代、40代の皆さんが疲れるとかそういう顔をしてるのを見たら、この野郎、本当に自分の人生に愛着を持っているのかと聞きたいの。人生が何だろうか分かってないからよ。人生はやめられないものですよ。分かりやすくと。もう、PG で一く使お使うことありませんよ。みんな、に人生はやめられないものだ。 やめられないもんだから、永遠に地獄に向かっていったら大変なんですよ。雨です。天国の端っこでもいいから、天国に入れてもらえなかったら、あとはもう大変なんですよ。生まれなければよかったことになってしまいますから。牛エス様がおっしゃったの。考えてみなさいよ。何があっても勝利しないといけない何があっても。 中途半端な信仰はそれがいかに自分の人生をめっちゃめっちゃに自ら踏みつぶしてしまうものだろうかをさあ分かんないから分かんないから疲れるうのこ公のいろんな弁明ばかり作ろうとするの私とうちの女房は今までしもべと呼ばれたからはもっと祈れもっと短縮しろ人間の口からは言われたことが一回もないの いい加減にしろ逆に邪魔され妨害する話ばかりはたくさん聞いたけどもっと頑張れと言われたことはヒドの口からは一回も言われてないなんで自ら進んでヒドよりもずっと頑張っていたからなぜそう頑張ったのか人生だから頑張ったの人生自分の イエス様に出会う前の自分の人生も自分の人生だから最善を尽くして頑張ったの。もちろん1ヶ月の3分の2ぐらいは飲みながら頑張った,張ったんだけどイエス様を信じてからそんなの一切切ったってから頑張ったの。なんでこれは永遠なる人生だから。総理しても自分が得だし失敗しても自分が損なの。人に言われてやるべきものじゃないの。 だから私がね、実際に生きてみたら、人の中に信仰がない、信仰が。いくらこうすべきだと、そうすれば永遠に処理して、すごい、自分に駅なのに、聞かないの、聞かないの。まるで、牧師が皆さんの人生を搾取するかのような言葉ばっかりしてると、誤解するされる場合が多いの。信仰生活はシュエスがおっしゃるとの、命があれば命まで尽くして頑張るべきだと。 人の言葉でありませんよ私は私が肉の世界で私の師匠からお前命まで尽くして頑張るべきだと言われた覚えがない。しかしイエス様がそう教えたんです。命まで尽くして頑張るべきだと、ハレルヤーヤ。雨ですかそして私たちには人間の中には敵がないと、ヒトラーのような人も敵ではないと。 本当の敵はサタンと悪霊どもですよ。アメン本当の敵はかくまっておきたいと思いながら愛し合うべき兄弟に向かって中古を突きつけるようなクリさんたちがいまだにたくさんいるのなんで国の指導者たちに向かって反抗するの主が立てた人々なのに。 わけありだから主がそういうとんでもない指導者は主が立てたの主は許してないのに勝手に権者として自らの力で立った人はこの世の歴史の中で一人もいないと聖書は言ってますアーメンですか何でヒトラーのような政権が立てられたの主の許しの中でユダヤ人たちがイエス様を中心につけたからですよ それが罰せられるためにはヒトラーのような政権が立たないといけなかったんですよ。分かりやすく言えば、雨ですかだったらどうするかヒトラー政権に戦うんだて、ユダヤ人が悔やたたい当たって、エスを受け入れるように祈るべきだったんですよ。分かりましたなんでムン政権と戦うの、牧師たちがバカじゃないの聖書は分かってないじゃないのそういう政権をなぜ神様が立てたの 教会が堕落してるから教会を起こすために刺激を与えて起こすために主がそういう政権を立てたと主がおっしゃったのに主が立てた人に反抗すれば主,に主の統治に反抗することなの意味は見えますか彼の役目が終わると今度は政権が変わるんですよ。彼によって韓国の教会が刺激を受けて悔い改めた部分ができたならばそれが 一定した部分が神が神求める政権は神神ががえるの神が政権と戦うじゃありませんそれは彼もかわいそうで悪役を演じてるんだけども神によってよかわいそうな人間の一人だから悔やったやめてイてス様を信じて救われるように一言でも祈ればいいの私も個人的な感情としては気に入らないのしかし主が立ってたもん嫌を言えないの我々が。 我々は何をすべきだ教会の罪を極めるように祈るべきですよ。アーメンですそれでそれが認められたら主が全部平らにしておの。意味が見えますか戦うべき敵,敵には中古を向けないで、サタンには、味方に向かって中古を向けている僕たち、目を覚ますべきですよ。 そんな信仰ではポキシーやっちゃいけませんよ。多くの群れをつまずかせるから。意味が見えますか聖書は分かてないのに聖書を語ろうとするから無理が出てくるの。分かった言葉で伝えるべきですよ。分かった言葉で。時間が経ったら結果が出るからよ。ハレルヤ。我々の戦いは悪の処理との戦いだし、夜も昼も目を覚まして戦うべきだし。 聖霊の力でないと絶対に悪霊一匹も追い出せないの聖霊の力は見から勝手に働く力ではありませんよ信仰によって求める人にの信仰の祈りを見て断食を見て聖霊が認められた部分だけ働きますよアーメンできますか僕氏は臨場を迎えた人々を四0人以上関わってきました今まで ある教会通ったある教会通ったもちろんうちの信者も含めて最後に彼らを去っていく姿を見届けながら真理を語っても最後まで堅くないやめないで言うことを聞かない人もいれば悔やためが何か意識しようともしない人がいれば善意には罪を悔やためて救われていく人もいるしかし救われていく人の場合であっても そして救われずに行く人の場合だとまず彼らを襲ってきて彼らの周りに来てうろうろしながら彼らの命を狙っている者がいますそれは悪霊ですよまずは悪霊たちが来て奪わおうとするの救いに至りそうな信者であってもそうなの救われない人は言うまであるかも支配してるしあだから食い当て目ができて食い当て目でビッに召されそうになってる人でもまだ 陸大の中にとどまっている間には悪霊が来るんですよ。しかし来るその時に本人の意思や信仰が弱くまたそれまでためた力がない場合は恐れて来れば襲わってう,うなるだけうなる。うー恐れる。主イエスの皆でさてけとかできないのこれが弱い人はよ。だからそういう場合は取りなして 代わりに戦ってあげないといいけないその後に戦いが終わると天使が来ると平和につるまれて行く準備が整えられますそういう過程をたくさん見てきたくさんたくさん見てきたからこういう戦いは一度やって終わるんじゃなくて一度まであとに陸大を去るまでやるべきですよ死の一週間前にイエス様から離れるとこの目で見たらこの目で アクが迎えに来たらアクについていくという人も最後の戦いにも負けて倒されて,見ている。聖書の教えが揃えていますよ。あなた方たとえ空手アの信者たちにパウロを脅している人が語りますよ。聖霊によって始まったとしましても肉によって仕上げる音があるんだと。なんで肉で仕上げようとしてるんだと。警告しているのを教会に向かって。アーメン教会は聖霊によって起こされていますの確かにしかにしし 聖霊の照らしの段階で我々が信仰がなくても弱くても聖霊が恵みの段階で味見をさせていくはずをかんだばこれが自分の信仰が立っていると思ったら勘違いですよ。聖霊によって起こされた信仰であってもまだ油断すれば敵に隙を与えれば敵は隙を狙って浸透してきます。 それででまた神様から引き離そそうとすするんですよそれに騙されたり負けると聖霊によって神の子として神の教科書で始まったのが肉で仕上げるのに最後は肉で終わってしまうとこういうふうにあっちこちらいっぱいある警告の言葉を全部ないがしろにしてしまいとんでもない理性的な僕たちの進学の教授たちの頭の肉の水準で語った言葉に基づいて 教会を名乗ろう、うん、か語ろうとしてる信仰を語ろうとしてるこれなんと危険千万ですかんこれより危険な話はありませんよ一億のい、うん、1億円のお金の損失ならばいいでありませんこれは人の永遠なる命の損失をもたらすから これだけは絶対騙まされても負けてもなりません。あメンですか例の戦いは、一度にずで終わるなら、しょっちゅうやるべきですよ。負けない程度で、はるや。いつまでやるんだ肉体を去るまでやるべきだ。最後に、あっけなく、サタンに倒されと、たくさんいますから。今は世にいない韓国のパクテスンという長老はね 彼,を彼の側近として務めた人の話を昔聞いたことあるのある牧師のね。すっごいイエス様を愛しておられたって。すごいイエス様を愛していて、すごい働きがたくさん起きた。しかしいつの間にかコ慢マンの霊に騙されて負けて、自分がサイリンシュイエスに生まれ変わってしまい、最後はイエスを打ち消して死んだそうだけども、これこそ。 聖霊によって始まって陸で信仰を完成した人なの。分かりましたどうしてこんなことになりましたずっと守り続け戦い続け戦い続けて勝利し続けて自分を守り続けることができなくなって途中である瞬間騙まされて乱れてしまったからです。ですか聖書は 聖書に。全部こういうい話がたくさんありますたくさん聖書に終わりの時代には教会がもう2,000年前からも一緒ですよ教会が聖霊の声を聞いて聞きしたわないとサタンの王座が教会にしんとしてきてサタンの王座がどうして教会にあるの皆さんサタンに負けちゃったら 元のサタンのサに戻るということを警告していますアメン命の書にイエスを信じて命の書に名前が登録された人の名前がまだ再び消されてしまうこともあるんだと刑事録3章ではまだ警告してるありませんなのに今日は何で福音の教えが変わってますか一度申告すれば永遠に救いにはもう変わりがないと徳からこういう言葉が引用されてますかそれはサタンからですよ 悪霊の教えです、それが。あンです。そういう話に洗脳されれば救いようがない、救いようが。イエス様と聖霊は、それはないんです、それは。そんな約束はありませんよ。 今日、せいれせいれ言いながらも、実際にせいれに聞きたがって生きるとは何であるか、わかんないな、せいれ言ってるの。実際にせいれによってこういう結果が出てたといえば、逆に神秘主義だと判断される。こういう世の中を皆さん生きていながらも、目が開かない人々がいれば、あなたは大変ですよ。大変ですよ。悪のストレートの戦争の定中を生きて、 いながらもまるで楽園に移されているかのように勘違いもほどほどじゃありません。どこからこんなそんな勘違いが来てますかここは読みの中のサタンとの戦いがまだ続いている世界ですよ。うん、アーメンできますか皆さんが 神の楽園に移されたような霊的な状態になっているならば風邪ひいてもならないし病気かかってもならないし事故にあってもならないしお腹減ってもならないし服を着なくても寒くなっちゃいけませんよ神の楽園はそういう全ての痛み苦しみが全く存在もしない世界ですよ肉体を去ってじゃないとそこにはいけませんのにまだこの中にいるのになんで勘違いしてるんですかなんで この戦いのために祈りだけは絶えず、絶え間なく休まずやると、ヒュイエスが説教したのに、なんでこういう言葉は漢中にもないのか、今は。それが趣味だからやってるんじゃなくて、戦わねばならない戦場に生きているからやるんですよ。だからこれは趣味じゃありませんよ。 取捨選択は許されるけれども取捨選択が許されるからといってやらなくてもいいという話じゃなくて命の責任を取らなくな皆さん目を覚まして目をおーパーッと開けてよ目が開かなかったら、うん、肩上げるから外切ってこの辺切ればまた開くんだ。ハレル を切れば痛いでしょ例の戦いは大変です苦しい時もあります、うん、そんなおいしいものを飲み食いするような食卓に座ってるのは気分とは違う週3日も腹ペコしながら疲れの中でもやめられないこの戦い分かっているのか分かってからしゃべるべき分かってから 人の運命を絶えなし、うん耐えなししながら、皆さん、何今、何考えてますか教会は永遠なる命をエルダに来るべきとこなんですよ。ハレルヤ。なのに、教会にせっかく伝示して集めておいてはま、まだ救いには至らない信仰に転落させる。こんな教会のあり方は、 革命的に変わらないといけない。アーメンです。聖書に基づいて説教すべきですよ。勝手な理論を語るんじゃない。進学者の、進学者の主張は、主張は個人のレベルの理論に過ぎませんよ。聖霊によって書いた聖書の神の言葉を、進学者一人の頭のサイズで判断して語る言葉で、なんで教会が建てられてますか 誰よりもたくさん祈り、短純して、霊的に精霊に、精霊に道満々ち満ちになって語るべき人が誰だ進学者であるべきだ。進学者たちが、牧師を育ててるからよ。でも、進学者の中で、霊の戦いが分かってて、実際やってる人はどこにいますどこに。これが問題ですよ。進学校で、名前は進学校であっても、 そういうように世の人は通用してるから名前は神学だっても神学校で神学を教えるからためなんですよ。神学校で聖書と信仰と精霊を教えるべきだ。救いに必ず至る。悪の処理に必ず処理する。そういう信仰。結果的に誰もかもが神の国に入れる信仰を教えないと神学校は人間水図に転落してしまったらなりません。 進学者あのそれぞれの人の主張が重要すればこれは滅びです滅び皆ど,どの観点から語っても生理によって語って同じような結果を出すべきですよ進学者たちも雨ですだから革命的に進学も教会も変わらないといけない時代になってきてるの これ以上負けたら通します。コロナぐらいに負けて教化が一万個もなくなる。この韓国の今日のありはこれはもう悲劇だね、悲劇。うん、悲劇でしょ教化が一万個なくなっても痛くないあなた方。刻印を押されて感覚がまひしてるじゃないの大惨事なのこれ大惨事 こういう戦いをやればやると日本語ではでしょうよ、ん。山線、海戦、山で千年、海で千年、それだけ生きれば、全ての面においてやり手になるべきだという話ですよ。そうじゃありません意味は違っていますかだったら教えてよ。海で千年生きたならば、それだけのノウハウを持つべきだし、山で千年生きたならば、それだけのまだノウハウがあって、 絶対にやり手になるべきでねやり手に成功者になるべきじゃありません例的にも今日は昨日え何去年はコロナと戦って人が命を奪われるコロナの時代とりながらうちはもっと命が違ってうちもっと強くなるし今度はオミクロンオミクロンが来たら今度は誰もそれら風邪ぶらいじゃないの昔のインフルエンザーはこれよりひどかったよ わ平気よ。これが信仰じゃありません ?1 回やって処理した時と、10回やってみて処理した時と、1000回も処理してみたら。何にも負けないようになるの。どんな歌でもココロバわですね。な死にいたる、かにかかっても、わきゃらばけらか、いらったら。なおるじゃないの 天下怖いものはイエスのみなしかなく他は怖いものがあったならば神の教会であるべきだことを信じたいと思った人だけがアーメンとおっ様に思い切り送りまして神の子になったならば神の子らしく生きるべきですよアーメン車に乗せあ荷物を背負って歩く人を車に乗せてあげたら荷物はそのまま背負ったまま車の中にいる こういういい人を想像してみなさいよ車に乗せてあげたならば荷物も車に下ろすべきじゃないの乗せてあげたのに荷物はそのまま背負っているの車の中でこんな人を考えてみなさいよ愚かじゃないの重荷は背負ったまま車に乗せた彼らは重荷も下ろすべきじゃないそれ軽くなって座っているべきじゃないの 思りはそのまま背負っているとすればよ、これ普通じゃないでしょ。今日のクリクジャンたちの姿はこうあるんですよ。イエスの皆と聖霊の力を約束されたならば、すべてに打ち勝つ権威と力と道を主がただで与えたことなのならば、それによって世に打ち勝つべきですよ。 なのに、イエスのミと聖霊が約束されてても相変わらずノンクリシャンと同じく喘ぎながら苦しみながら生活しながら、あいご、信仰生活疲れるわ。なってないの、全く。クリシャンになってないじゃないクリシャンになってない。ハレルヤ。なんでいろいろな意味での問題が起こりますか信仰に関係があるからの。やるべきことをやってないから、やるべきことをやってないから、ハレルヤ。 イエス様の教え通りに生きてないからさまざまな問題が起きてもし方たがありませんよ。イエス様の教え通りにしっかりと礼の戦いやって真理に戻って生活すればその時から守られまるで神の国を受け継いだような強さを楽しみながら生きることができますよ。ハレルヤ。この間、主がおっしゃったの。 君らが問題がある時た問題がある時たび信仰によって祈って探知して乗り越える人はその時たびに次へ行く準備ができて成長ができるんだとこれを喜ぶべきだと喜ぶべきだ,喜ぶべきだと。ハレルヤヤコブ一の2節にあなた方はいろんな意味での試練に遭う時にこの上なく喜びなさい。 なんでそれによってあなたとは忍耐も勉強するし信仰も強くなるし有益なものになるからだ成長するかといいます,成長するからいろんな意味での試練に合えば合うほど正しい信仰で対応していくとその期間に我々が強くなって成長していくからこの上なく喜ぶべきだハレルヤアメンパウロがア霊レを追い出してあげて牢に。 縛られてしまった時に真夜中頃3秒したら地震が起きて足かせが全部下砕かれてしまい砕かれてしまい自由の身になったんですね。もし彼が牢に入れられるようなことがなければ賛美することがなければ神のこの不思議な働きを経験することもなかったでしょう。 でも脳に入れられることによって対応されることによって賛美をしたら賛美をしたら神様がこんな不思議な技を持って働いてくださる体験ができて信仰がうーんと強くなったはずなんです。えー、ハレルヤコロナ通りながら損した人々もたくさんいるでしょうけども EMC 協会のけは特に特攻してます。なんで信仰がうーんと成長しましたから、えー、怖いものがなくなってしまいましたからハレルヤ なるほどさすが我々の神様は死ぬことがあってもなお死なずに来てし路へ行くを表すべきだというその神様の言葉が目に見えるじゃないもう聞こえていた言葉が目に見えるじゃない目に見えるハレルヤ信じますか頑張りましょう正しい知識を持って騙されないで次から次へと打ち勝ち どんどん強くなって、信仰の弱い初期段階の初歩段階の人々を、どんどん皆さんが引っ張って、共に成長し、神の君主としてしっかりと立ち、最後の借り入れの先頭を担っていくべきですよ。アーメンそうしたいと思った人だけが、ーメンとお人様に思い切り送って、イエス3回呼んで祈ります。